なんと、もうすぐね、行われる、さっき見たんですか、マルハンカップ。2日間ですね、土日。お、休みの日だからみんなも来やすいですね。うん、さらに、賞金総額は、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、5000万、優勝賞金1000万。すごい。超有名な方々が出られています。皆さん、この人確か去年勝ったんですよ。シニアになって1年目で。あ、書いてある。2016年ウィナー。うん、そうそうそう、2015年ウィナー、超尾崎さんもいる。すごいですね。ぜひ皆さん六甲に足を運んで、このすごいシニアのプレーを見てもらいたいと思います。この辺は他の仕事入ってるんですよ。あ、試合ですね、うん、この近辺は。私もちょっと他の試合に出てる予報です。純ちゃんと、今後もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、次行きますね。はい、はい、行きます。はい、行ってきます。さっきレッスンしてて、グラウンドレッスン。あ、プロの方、うん、そうですよね、うん、きっと太陽のプロ、太陽じゃないや、六甲のプロの方かな、所属の、はい、はあ、研修生っていっぱいいるんですか。研修生さんはね、そうですね、福岡に来られたんで、うん、すごいね、太平洋ってちゃんとそうやってやってるんですね。そうです、お仕事ね、終わられてからもね、うん、お、練習してる。仕事終わったんだ、今日の仕事。僕も大学の時キャディーだけやってたんです。あ、そうなんだ。そうで、朝一番で回って、はい、すぐ帰ってました。ゴルフはやんなかった、あんまし。あ、でも、あの、ここの研修生は、ね、うん、あの、キャディーしてからとかね、ね、そうですよね、多分みんなそうやってた。はい、午前中はどうでしたか、キャディさん。はい、いや、もうなんかこちらの方が緊張してた。そうですか。ご迷惑かけてないかと思って、すみません。楽しく回れました。ありがとうございます。はい、キャディさんもびっくりのラフってことですよね。もう今日はびっくりのラフでした。ボール一回見えないですもんね。みたいな。元気に育ったんだよ、芝が。はい、そうですね、縛って一気に伸びるっていう、うん、ね、後半の意気込み、後半の意気込み、はい、ちょっとね、ドライバーがちょっとちゃんと飛ばそうと思って力抜きすぎなんで、ちょっともう少し勢いよく打ちたい。すごいよ。はい、午後の意気込みはラフに入れない。ラフに入る、このコースでも。これまたドッグレッグ、左のドッグレッグですけどね、左のあの最短コース出られるには、もう少し、もう本当5ヤードほど、カート道よりは5ヤードほど右行かれた方がいいと思います。はい。お願いいたします。よいしょ。ラフにしちゃった。ですね。反り腰じゃないじゃん。いや、今意識してます。うん、いいんじゃない。コメントでもすごい多かったから。球が硬くていいんじゃない。なんかこう。これでもね、うん、自分的にはお腹にすごい力が入りづらくて、うん、不思議な感じで振ってるけど、慣れたら。うん、こっちの方がいいんじゃない。あの、影響しなくなるんだろうなって思ってます。無理してる感がない。はい、埋まってます。大好きなラフが待っております。今日は球が見えてる。フォロー、2オンのチャンス。無理せず、ここはユーティリティで抜けやすいクラブで打つのが、抜けないかも。さあ、打ち下ろし、フォロー、ラフ手前に落とすと宣言した。4番ユーティリティ。抜けた。あ、ラフだ。やめて。ラフだ。あ、待ってる。はい。
ラフです。でも見えてます。これからクラブは入るんですかね。これぐらい見えてればまだ打てる。ライが悪いから。何番ですか。ちょっと今悩んでる。ここは50度でいきましょう。ライが悪いので結構大きめのクラブ。日差しが強い。お、手前か。乗った。うまい。グリーンがそんな。グリーン中央。進んでなければいいな。乗りました。50度。少しだけ。カップだけスライス。はい。うますぎた。うまいね。力んで打って右に行くとちょうど、いいとこに行くので左の木を最後での杭の先を狙って打ち、力んで右に行くっていう狙いでいきたいです。いいと思います。はい、お、その自分の言ったボール？はい、力んで右に行って、あれ？あ、左に行きしました。右バンカー上の左サイドって感じですかね。結構戻ったね、いいと思います。はい、結構思ったよりいいとこ来てましたね。何番何ヤードですか？これね、残り75ヤードくらいを52度で打つんですけど、木が気になる。ちょっと上げようか。どうせ当たるんだから上げてみる。その枝だけ越えれば左の上いいんじゃない。おお、真上行ったの？すごいじゃん。超えたじゃん。なかなかあんな上行かないよ、52度で。こうやって打った。この上超えた。開いて打ったのね。ナイス。はい、バンカーです。バンカーです。ちょっと怖いのでこっちから撮ります。やっぱり。これパーンってなりそうだね。B2B です。こうなるよね。まあまあ、まだまだ大丈夫。ちょっと恐る恐ると。体がクローズになってるよ。バンカー打つときは絶対オープンにして外から入れないと。外に上げるんだよ。そう、ナイスアウト。お、転がしてきました。向きが違ってるか。まあでも距離は合ってるから良いんではないでしょうか。そのパターは大事ですよ。おお、ナイスダボ、ナイスダボ。このホールはまたまたホールインワン賞があります。バリからバンコク3泊5日の旅。
すごいですね。イベントホールが盛りだくさんです。ヘイパー3、7万アイアンでバンカー越え。まっすぐ行ったけど越えた。乗った。最近多いトップ、うまくフェイスに乗らないです。どんまい。片足アプローチ。更新をね、1ヶ月間やり続ける。あ、決めたんだ。そう、うまい。オッケーではないでしょうか。ナイスイン、ナイスパー。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。